それでは2日目の鹿児島大半夜、気合を入れてみんな行くぞ。チェスト、チェスト、チェスト。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、元気のいいチェストの掛け声で始まりました、はい、さあ、それではもう待ち構えていますので、トップバッターをご紹介したいと思います。頑張って。はい、それではトップバッターを飾っていただきます。鹿児島県熊毛郡種子島からお越しのヨイラーイキングの皆さんです。種子島の中心に位置します、中種町から今年で10回目の参加となります。チーム名のヨイラーイキとは、みんな一緒にという意味の島弁です。曲の中には島の民謡や町民歌もアレンジして入っているので、ぜひ種子島を感じてくださいとのことでした。いや、種子島からわざわざ来ていただいております。会場の皆様に元気をですね、届けていただければと思います。では、ヨイラーイキングの皆様です、どうぞ。大半夜のウォーターフロントパーク会場、お集まりの皆さん、おはようございます。すごくたくさんのお客さんの声がしてありがたい限りでございます。私たちは種子島の真ん中の町、中種町から来ました、ヨイラーイキングと申します。ヨイラーイキとは島の言葉で、みんな一緒に、船も私たちを応援してくれています。この大半夜をメインで、鹿児島市のチームたくさんが運営してくださってますが、鹿児島新世界というチームがいます。このチームの思いを熱く引き継いで、種子島によさこいを広めようと頑張ってまいりました。今年で大半夜に出場も10回目となります。人数は少ないですが、種子島の魅力たっぷりに演舞させていただきます。6月1日にはまた種子島からロケットを打ち上がりますので、ぜひこの海を渡った先です、90分で着きます。皆さんもお越しください。それでは、賞状を持ったままじゃ踊れないので、ちょっと取りに行きますね。それでは参ります。ヨイラーイキング、構え、およ。島にはある。
皆さんも最後一緒にお願いします。せーの、のっちよはっ。種子島からもう1チーム、滋賀恋南種も来ております。どうぞそちらもご声援よろしくお願いいたします。では退場、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、船にも応援されて素晴らしい踊りをですね、披露していただきました。